こんにちは。バーチャルeゲーマーです。薄井って言います。本日のお便りをご紹介します。薄井ちゃんオスオス。イラストのリクエスト失礼します。和田国坊の船成金の風刺画、どうだ明るくなったろうで有名なあの絵を薄井ちゃんの画風で描いていただきたいです。そのままのリメイクでもいいですし、バーチャルeゲーマーを作品の中に登場させていただいても構いません。はい、船成金ですね。教科書などでよく知られる、この絵のおっさんは、大正時代、大戦の煽りで財を成した人物で、初任給が70円の当時、女中の足元を照らすためだけに100円を燃やす、成金の金満ぶりを風刺したものですね。ということで、取り掛かっていきますが、リクエスト文にもあるため、バチャイゲをどこかに。とりあえず、このおっさんは外せないとして、女中のどれかですが、右上のこの人たちが、ちゃんと描こうとすると、全身が必要になってくるので、ここを変えましょう。下書き下書き。バチャイゲ風という指定はないけど、書くものが多いし、まあ、バチャイゲ風で。右上の女中二人を、バチャイゲ一人に変換。好意にドン引いている感じにしましょう。お金、大事に思っているので。女中の髪型、まるでわからん。何？仮に字を置いていきますが、これ、線入れの時どうしようかな。軽く調整して、線を入れていきましょう。ヒゲがちょっと、難しいですね。バーチャルeゲーマーは、みすぼらしい感じにして、気合を出しましょう。この髪型は、まあ、うん。いいか。書き文字は、原点の筆跡に寄せようかとも、頑張りましたが、無理だったので、ただ丁寧に書きます。読めやーいいでしょう、読めやー。ほぎやー。背景もある程度書き込み、全体として、元絵の雰囲気が、出るように努めましょう。少し調整をして、塗っていきます。このカンバスは、薄いブラウンで下色をつけてあります。そうすることで、少し痩せた色の紙に、描かれた感じを出していきましょう。おっさんから書きます。元絵の色合いを、なんとなく、どうにかして、線から塗りが、多少はみ出してもあまり修正せず、水彩画の雰囲気を、出していきます。使う色も、原画通り絞っていきましょう。バチャイゲの髪の毛は、本来は赤茶色ですが、色合いを他に合わせて、茶色にしてみましょう。背景を塗っていきます。適当に塗っても、水彩っぽくならなそうだけど、縁を薄い色で、滲んだ感じにしたら、うまいことできるかな。全体的な色合いをこう、背景に馴染むよう、淡い感じに。調整。各所の線を太くして、筆で引いたような、あれを、こう。できました。よかったですね。やや水彩。文字もなんとなく、収まりがつきました。嬉しいね。バーチャルeゲーマーが紛れている絵のリクエストも、そこそこ募集中。バーチャルeゲーマー、スケブについて、考え続けよう。またね。